この大腸 3DCT ですと、はい、10分の1の下剤の量で済みますね。だいたい内視鏡はやはり30分ぐらいかかるんですが、ですね、まあ、15分ほどで終わりますので、はい、結構楽な大腸検査だと思います。ちょっと楽しみにしてたのがその大腸の CT スキャンですかね、はいはい、初めてやるので、はい、仮想内視鏡っていう、ね、はい、あの検査ですよね、はい、内視鏡だと2リッターぐらいの、ね、はい、下剤飲まないといけないんですけど、はい、まあ、今回はそれは、ね、使わない検査 ね、っていうことになりますけどね、はい、頑張りましょう、はい、あとは息止めのアナウンス初めての経験で、はる感じ、時間はあっという間だな、うん、ありがとうございます。じゃあ今の結果のご説明から、はい、お願いします。大腸検査どうでしたか？いや、あの初めてのこうガスを入れてとかって、はい、少し違和感はあるかもしれないですけど、うん、我慢してくださいって言われて、いや、まあ、あっという間って僕は感じちゃいました、うん、ありがとうございます、はい、やっぱりあの検査、はい、ちょっと大変なんですけど、はい、やるといろんなことが分かるんですね、はい、まあ、大腸がんって大体、まあ、男性だと前立腺がんに次いで多いがんなので、はい、やはり何か検査しないとわからない、はい、あのがんなので、今回みたいな大腸 CT 検査だと下剤も少なかったですよね。そうですね、うん、200cc くらいの、ね、はい、コップ1杯で済みますので、はい、結構楽な大腸検査かと思います。そうですね、はい、ではこの検査ですが、まずお尻からチューブを入れて、はい、わーっと大腸を膨らませましたよね、はい、でこちらが黒く映っているところが空気ですね。で大腸だけを抜き取るとこんな感じになっています。初めて見ました、ね、でここが直腸、はい、直腸ちょっとあの、はい、ガス入れてね、パンパンに張ってました、はい、ここが S 状結腸といって S 字にカーブするところ、はいはい、そして上に行って本来はこの字型してるんですけれど、はい、ちょっと大腸長めだなという印象はありました。はいはい、普段お腹この辺張りますか？まあ、お腹張ることは多いです。多いですよね。はい、なので、これ見ると多いって分かるんですね。ちょっとお腹張りやすい人の大腸かな。はい、なるほど。普通の人の 1.5 倍ぐらい長いかなという印象でした。この検査、いろんな角度から大腸を見ることができます。人それぞれ違うんですか？ね、そうなんです。人それぞれね、かなり個人差がありますね。普段便秘はしないですか？ね、あ、便秘はないですね、うん、はい、ではこれを 3D 合成した画像をお出ししていきます。はい、こちらの青いループがご本人の今の大腸の形の模式図なんですね。はい、三角になっているところが今私たちが見ているところになります。はい、進めますね。こちらが入ったチューブですね。はい、で直腸のところから画像を進めていきますね。で何か隆起性の病変があると盛り上がって見えるんですが、はい、今のところそういう隆起はないかなと思います。はい、ここに少し残差が溜まってるんですが、はい、これは今度画像処理をして、はい、あの下にポリープが隠れていないかどうか検査をしますね。はい、初めて見ました。はい、綺麗ですよ。でここがもう終点に近いところですね。これが大腸の終点部分になります。はい、ここが小腸と大腸のつなぎ目になりますね。はい、なのですごくあの撮影も上手にできてましたし、これからもう少し画像処理して、はい、ポリープがないかどうか確認をしていきます。はい、はい、でこの検査、まあ、CT も取れるというのが利点になりますね。はい、これがお胸のラインから輪切りに切って、はい、下から寝ているところを覗き込んだ像になりますね。はい、これが背骨で真ん中にあるのが心臓ですね。はい、これが大動脈、大きな血管です。で空気は黒く映っていまして、白いのが昨日飲んでいただいたバリウムになりますね。でここが膵臓ですね。はい、あと両方の腎臓、背骨の横にありますね。はい、石もなくて綺麗ですよ。これが膀胱とか、はい、あと前立腺がここにあります。はい、これが膨らんだ直腸ですね。はい、入れたチューブになります。はい、縦切り像いきますね。ここが横隔膜のところで、はい、肝臓があって、
大動脈、大きな血管がありますね。背骨まで見えちゃうから、はい、背骨も綺麗ですよ。背骨の綺麗とかあるんですか？やっぱり湾曲してる人がいたりとか、 あとは男性で多いのは腎臓に結石がある方も多いですね。結石があると骨と同じぐらいの白い石が映ったり、ね、しますが、そういう石もないですね。こういうふうに大腸の 3DCT は、あの他の臓器も分かるのが利点ですね、はい、まだやったことがない人でね、ちょっとまだ怖いとかね、うん、いう人はまずこの大腸のこの 3DCT っていいなと思って今日、はい、そうですね、やはり恐怖心がある人とか、はい、あのまず最初に大腸の 3DCT 受けていただいて、はい、いければいいなと思いますね。こちらの、はい、検査の方は注意事項っていうのがあるんですか？はい、この検査は前の日に特殊な検査食をお食べいただきます、はいはい、バリウムを少し飲んでいただきますので、はい、バリウムにアレルギーがあるなどの方は事前に教えていただければと思います。大腸内視鏡検査ではその場でポリープを取ることができます、はい、一方この 3DCT ですと、あのポリープがあるかないかは分かりますので、もしそれでポリープがあったよと指摘がされた場合は、後日大腸の内視鏡を、ね、お受けいただければと思います。僕も何度か、はい、うん、小さいポリープをそういうワイヤーで切ったっていうのは、そうでしたか、はい、ありました、うん、なのでそういう気温のある方はね、はい、やはり毎年大腸の検査は受けていた方がいいかなと思います、はい、ありがとうございます。CT スキャンですね。初めてこれは、あの内視鏡は検査でやったことは、なんかこうやって見るのは初めてなんで、はい、でこれまず、ね、外側に飛び出すような憩室っていうのはないかなっていうのをこう見ていくわけですね、まあ、もちろん年齢とともに憩室っていうのは出てきます。細不足、食物繊維不足の、ね、方の場合に、ね、肉食の人とかね、憩室ができる、それは大丈夫だというわけですね。では大腸のCT をこの中の方からこう見ていきますね。特にポリープもなく、心配となるような所見はなかったわけです。でこれはあの、まあ、2リッター、まあ、1.8 リッターですかね、下剤を飲まなくていいというメリットはあると思います、はい、でこれはあのそうですね、まあ、緊急性を要するような大きさの、ポリープとか見つかってしまった場合にはもうすぐに内視鏡という必要性が出てくるんですけども、ただあのこれは前年度もし大腸ポリープがあって取ったっていう場合には、翌年は大腸 CT ではなくてまたポリープできている可能性を考えて内視鏡をやった方がいいです。なるほど、はい、あと普段の生活で下血、はい、トイレットペーパーに、ね、血がついたなんていう場合には、はい、まあ、ドックまで待たないで早めに大腸内視鏡をやる、はい、で自分は痔だと思ってたなんていう方結構いらっしゃるんですけど、痔、はい、だと思う前に中をちゃんと見ようねということですよね、はいはい、で女性の死因の第一位っていうのは大腸がんなので、ぜひあの女性の場合には大腸の検査は先延ばしにしない、やっぱり検診だと便秘だったので出せませんでしたとか、はい、あの出すの恥ずかしいのでとか、はい、なってしまうと後手に回ってしまうので、女性の場合は特にその大腸の検査はあの受けるのがいいかなと。女性が多い理由っていうのは何かあるんですか？これそこだと思いますよ、ね、はい、あの女性の場合には、はい、あの便秘っていうのを一つの原因になるかもしれませんけど、発見するのがやっぱり、ね、遅くなってしまうというケースが多いですね。そこを発見率を上げるっていうのはあのやっぱり死亡率を下げる、なるほど、大きな、突破口になるんじゃないかなと思いますね。膵臓もがん増えてますからね、はい、未然に防ぐっていうのはこういう MRCP は受けていただきたいと思います。